え、なんであれがここにあるの？左右にある。あー、なるほどね。なんか今ヒント出たけど、何だったんだ？こう武器として使いたい。死んでるあいつ。え、ここ無重力空間もしかして？あ、そんなことはない。これをね、武器として使いたいです。あ、待って、どっか行ったかと思った。どっか行ったかと思った。これ多分別の。え、どっか行っちゃった。せっかくの貴重な弾が。返して。落ちてる。うわ。あんなにあった回復が一個もない。使い尽くしちゃった、さっきの戦いで。撃つか。これ爆発させた方がいいの？投げた弾かな。ふう、フォースガン。わあ、気になる武器がいろいろある。まあいいか。めっちゃ激しく揺れてる。え？え？鳥？鳥？え、鳥生きてんじゃん普通に。え、来ないで来ないで来ないで。ハワード・フィリピス。これ鳥の機械かな。撃ってみる。あ、死んだ。うるさいから殺していい。個人ログ、ハワード・フィリップス、記録ナンバー302、家に帰りたい。アンチ ANTI は私が送った移動要求に対する返事が返ってきていないと言っている。
もう5通も送っているのに1通も返事がないなんてありえないだろう。本当に上は私の要求を受け取っているのか、誰かちゃんとあれを読んだ人間はいるのか。認めたくはないが、ここでの勤務は私の想像以上に孤独で過酷だ。いい加減頭がどうにかなりそうだ。唯一の良い知らせは、私が長いこと要求していたものが今晩中には届くということだ。まあ ANTI が言っているから信用はできないが、それにしても取り扱うことを彼らが許可してくれるとは思っていなかったので、この便りは意外だった。今でも信じられないが、まあ今晩になればわかるのだろう。今の死体が誰だっけ、名前も忘れちゃった。さっきの人ね。可愛いはずの小鳥でさえ不気味って。上行かせるのか。何？喋って。うざ。ストアの感覚近いね。リッパーブレードフォースが新しいものはないのか。私弾どれぐらい持ってるっけ。持ってないんだっけ。この辺は売っちゃおう。ふう、弾買っとくか。プラズマエナジーじゃない、パルスラウンド。ノード1個買ってもいいか。で、よしよ。びっくりした、もう何。はい、ということはこいつか。こいつか。Rig authorization recognized. Greetings, station watchman Howard Phillips. I hope you slept well. セーブしよう。はい、休憩してきたわけですけれども、あ、もういいんだ、開けられるようになってる。ちょっと日にちがそんなに空いてないかな。いよいよね、パソコンの出荷まで。あとはここ絶対的出てくるやつじゃん。1週間となりましたので、サクサクっと、いやいやな感じ、サクッと終わらせていきたい。これさ、これがなかったらどうすんの？敵来ないかな？敵をこれに引っ掛けたい。あ、なるほど。まあちょっと遠くからね。
では安全だということが分かった。左はさ、ほっといた方がいい気がするな。左は行きたいんだけど、敵との戦いが多分あると思うんで、残しといた方がいい気がする。あ、ノードある。こっちまで行って敵が出ないと。絶対敵出るじゃんねえ。まあ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 、ちょっと音量下げるか。いやー、足音ね、大事なんだけど、ネクロモフの居場所を、判断するのに、でも、怖いからやめる。あ、なんかいる。あれ。弾も飛んでっちゃったな、これなんだ。いや、なんだこれ。爆発させるやつとかもある。いや、まあ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 、私は強い。私いず強い。ああ、しまったな。だってこれ私死ぬんじゃないか。ネクロモフがこっちに来たら死ぬんじゃないか。うわ、どうする。死ぬよね多分。こっちのギリギリにいて、アイテムない。上にベンチあるの。あ、これ欲しい。不安定ですって書いてある。大丈夫これ。大丈夫本当に。何が不安定なんだろう。テキストログ。個人ログ、ハワード・フィリップス。さっき死んでた人か。記録ナンバー466。私は、艦隊かな?の監視インターフェースの視界にできるだけ入らないようにしている。私の移動希望が叶えられないことに対する彼女の言い訳はもうたくさんだ。あの件について彼女に問うたび、帰ってくるのは、行かれた機械合成音声の応答だけだ。彼女ってこのホログラムのことを?23回も要求したんだぞ。それなのに一辺の返事すら返ってこないってのはどう考えてもおかしい。ああ知ってるとも、彼女は嘘つきだってな。え、待って、この人ホログラムを本物の人間と勘違いしてる。すでにマーカーで精神がいかれてるというわけではなく、
彼女は嘘つきだってな。あいつは私の要求を上に伝えてなどいないんだ。私は鳥かごの鳥をすべて解放してやることにした。昼飯時の時だ。そこら中を飛び回る姿はとても美しかった。自由に、悩みなど何一つなさそうに。私もあの鳥になりたい。アンチは相変わらず規則を並べ立て。これホログラムの名前か、なんだろう。アンチは相変わらず規則を並べ立て、それと異常な来訪者たちを検知した。もうネクロモーフじゃんとか言っている。そりゃそうだろ、どうでもいいんじゃないか。あ、小鳥のこと、来訪者って。私は一年中鳥と戯れていたい。可愛い小鳥たち、ああ家に帰りたい。怖い、ちょっとやだな。なんでステージスこんなあるんだ。待って、なんでステージスこんなにあるんだ。うるさいよ女の人。もう一体出てくるな。音がなんかする。小さくしてたから気づかなかった。来てたことに。え、まだ落としない。ああ、このホログラム切りたい。エレベーターすっごい嫌だな。まあまあ、びっくりした。そんなあり。そんなありですか。いやー、弾めっちゃ使っちゃった。もう一回来るな。なんかいたな。移動しただけかな、あいつ。え、これ移動してるだけ。ここワークベンチ使ってる時に来るパターンあるか。ワークベンチ終わった瞬間来るパターンか、これ。ジャベリンガー濃度4個。サブ攻撃の威力を上げたいんだけど。まあ、ここかな、入れるとしたら。リグ。ヘルスが遠すぎる。リグ最後かな。どうせ、上げても死ぬときは死ぬから。パルスライフルはまあいいや。ジャベリンガンのサブ攻撃を。いやー、終わった後来るんじゃないか。大丈夫か。 C に手当てといて、後ろ振り返ったらいるとかない。 OK。
こ運んでいいよね。弾ないし出発しかないよ。後ろから来るか。なんでそんなこと言うんですか。いやー挟まれそうだなこの感じ。どこ行っちゃった。何を持ってけばいいの。これいいか。角とか下にいない。外にいるのかこれ。部屋の何の音なんですか。ちょっと景色を楽しむか。何の音。いきなり雑音めっちゃ増えるじゃん。ムカつくわ。大丈夫。ここ開けて。まだ音するんだよな。いや何の音なんだろう本当に。あのホログラムの音かな。はあ、チャプター11までやってたのか。過去の私はよくやったな。まあカジュアルだったし。敵がすぐ死ぬっていうのはだいぶね怖さを軽減してくれる。行くか。あ、ムカつく。もうなんかいる？気のせいか。まあまあまあ、落ち着いて。弾がないなぁ。いや、リッパーブレード。なんだっけこれ。ジャベリン感は結構あんのか。とりあえずジャベリン感に変えるか。一匹ずつ出てきてくれるなら。はい。
やめてよ。やめてよ。多分時間は結構ややあるな。Unauthorized visitor, mainframe.つまり私はやっぱりネクロモフということか。リルート。あ、回転させる的な。あ、待って、これ回転させてから行くべきでは。戻れない。うん、でもとりあえずこれで行けばいいか。右の部屋に行ってみるか。とりあえずね。なんだこれ。Unauthorized access to the computer mainframe is a violation of Titan Station Civic Code. わあ、待って、最悪。こんな時に限って。こっちの時だった。うわあ、こっちにしとくか。待って、これパズルになってる。適当にはめちゃったけど。これをなんかやってくのかな。武器変えるか。直ちになんか、いやー、パルスライフルの連射の安定感が、安定感っていうか安心感が。こっちにしとくか。弾使い切るまではこっちで行こう。どういう敵が出てくるかわからないから。今回はいない。いたわ。メイン武器こっちにしといて、敵に合わせてジャベリンガンを構えるのがスマートなプレイな気がするんですけど。けどって感じ。けどって感じ。そんな冷静でいられるかな。あ、これ外したとこ見せてくれるじゃん。うわー、はめた後今回なんか出てきそう。なんで上にダクトがあるんですかね。上にダクト、こっちはない。
Unauthorized visitor. Mainframe.Mainframe containment compromised. Security has been notified. Up.